める人になる、見つける人になる。神奈川県相模原市、新宿駅から小田急線で32分の相模大野駅、伊勢丹や複合商業施設の某の相模大野をはじめ、都会的なショッピングエリアと人々が憩う公園などが共存したおしゃれで心落ち着く癒しの街。栄の便利さとのんびりとした温かさがある街です。駅から徒歩10分、そこには女子教育に1世紀以上の歴史を刻んできた相模女子大学があります。キャンパス内は自然が豊かで四季の変化を楽しむことができます。自然豊かなキャンパスはその広さおよそ17万3000平方メートル。四季折々の豊かな表情は学生たちの心も和ませてくれます。挨拶や言葉遣い、また季節感を意識するようになりました。国内の女子大学の中でも屈指の歴史を誇る日本語日本文学科、古代から現代までの日本の言語、文学、文化について興味のあるテーマを掘り下げて学ぶことで表現する技能を習得、バランスの取れた教養人を育成します。ネイティブの先生の授業はもっと話したい、もっと勉強したい気持ちになります。異文化間の橋渡しを担うことができるグローバルな人材を育成する英語文化コミュニケーション学科、英語教育を基盤とし国際教養、観光ビジネス、グローバル実践の3つの領域を興味や関心に合わせて学ぶことができます。さらに協定校を締結しているカナダのマニトバ州立大学などの6つの大学への留学や語学研修プログラムを用意、学科を問わず参加できます。子どもの気持ちを感じる人になりたいです。幼稚部から大学院までが一つのキャンパス内に設置された恵まれた環境のため、多くの実習経験を積める環境を生かすことができる子ども教育学科、実習から学んだり実際に多くの子どもと接することで実力のある教育のプロを育てます。興味があったことが授業を受けてもっと楽しくなりました。メディア情報学科は文化や社会の面からテレビ、雑誌、漫画などのメディアを研究する科目、パソコンのソフトを使ってホームページやゲーム、動画などのメディアを制作する科目、地域のホームページなど一般の人が目にし利用するものを学生だけで企画・運営するメディアを発信する科目など、文化系の学科としてメディアの基礎を楽しく学び身につける学科です。デザインの意味を考えることで使う人、見る人のことを思える作品を作れるようになりました。日々の生活に豊かさを作り出し、生活に関わるデザインをトータルな視点で学ぶ生活デザイン学科、空間、生産、視覚といった3つのデザイン領域が学べ、表現する目的に応じた8つの工房を用意しています。特定分野の専門性を高めることはもちろん、複数の工房に所属してデザインの幅を広げることができます。人に伝える力を学び、自分の魅力も磨けてると思います。社会マネジメント学科は社会人としてふさわしい教養、マナー、スキルなどを身につけ、社会の問題を分析し解決策を企画、提案、実行に移せる人材を育成します。心と体は密接な関係があるということが学べました。ストレス社会、心の時代と言われる現代、私たちの心の問題にアプローチを図る人間心理学科、科
カウンセリングやリラクゼーションなど体験型の授業を多く設け、さまざまな角度から人の心について学びます。作るだけではなく、盛り付けや食材の性質を知ることで料理の奥深さを学ぶことができます。栄養士資格の取得に必要な科目を重点的に学びながら、教員免許やフードスペシャリストなど複数の資格免許の取得が可能な健康栄養学科、特定分野における強みを備えた食の専門家を育成しています。食と体について学ぶことで自分の世界がどんどん広がっていきます。得意分野を持ち、人間性豊かな管理栄養士を養成する管理栄養学科、カリキュラムには実習を数多く取り入れ、現場ですぐに役立つ知識と技能を身につけるほか、4年時にはコースに分かれて専門分野に磨きをかけます。さらに管理栄養士国家試験対策として模擬試験などを盛り込んだ科目を多様に設定、きめ細やかな個別指導を通して国家試験合格を全面的にサポートしています。細菌については勉強して、改めて食品の安全性について考えさせられました。食物栄養学科では2年間という短期間で社会の即戦力となる栄養士を育てることを最大の目標としています。実験実習を多く取り入れることによって、より実践的な人材を育てます。相模女子大学、相模女子大学短期大学部の歴史は1900年に創立した日本女学校から始まり、高潔善美を建学の精神に、日本の近代女子教育の先駆けとなった学校の一つです。一世紀を超える歴史の中で大切にしてきた理念は、知性に裏付けられた勇気と強さを内に持つ自立した女性の育成、社会が必要とするしなやかな発想力と豊かな包容力を身につけた人材を育成することを新しい教育目標としています。また相模発想講座で発想力を養う授業を実施するほか、相模発想コンテストなど発想力の育成に特化したさまざまな取り組みを行っています。時代とともに歩み、社会のニーズに応えながら有能な女性を社会に送り出してきました。このような卒業生の活躍こそ相模女子大学の目指すところであり、日本の女子教育を先導してきた誇りでもあるのです。勉強だけではわからなかったたくさんのことをボランティアを通して学ぶことができました。学生たちのさまざまな教育の場として地域と連携し、その体験を通じて特産品や観光ツアーなどの開発を行っています。このような地域の活性化につながる交流が実を結び、大学の地域貢献度が全国の女子大学で1位になりました。図書館では勉強はもちろん、音楽、映画鑑賞など自分だけの空間を持つことができます。学生たちの自主的な学びの場として付属図書館の設備も充実、全国でも有数の豊富な蔵書、その中には今までの歴史を手に取って感じられるような貴重なものもあります。そしてそれらの本を落ち着いて読めるように和室コーナーも設置、また館内の視聴室では映画やさまざまな映像教材を自由に視聴することができます。未来に生きるさまざまな経験ができます。学生が教室を離れても自由に、そして主体的に学ぶことができる場として、夢を叶えるセンターを新設しました。授業で身につけた力を生かして、さらに経験を積みたいという学生のために、地域連携活動や国際交流をサポートする連携教育推進課、学生生活で積み重ねた経験や身につけたさまざまな知識を生かすことのできる仕事探しをサポートする就職支援課、資格の取得や卒業後の学習を支援する生涯学習支援課、これら3つの課が連携して学生のキャリア形成をサポートします。
またセンターの各所にはラーニングコモンズとしてのさまざまな設備を用意しています。さらに教職センターでは教員免許や保育士資格の取得を目指している在学生や卒業生をサポート。教職に関する豊富な経験と現場の知識を持った教員が指導や相談にあたり、教員採用試験の合格までを手厚くサポートします。奨学金を受けることで未来への可能性が広がりました。在学中の経済的な負担なども一人一人に合ったサポート体制で全面的にバックアップしています。優しくて面白い先輩がいつも笑顔にしてくれます。みんなと奏でる癒しの音色が大好きです。チアリーディング部を通してかけがえのない仲間ができました。二度とない大切な時間だからこそ有意義に過ごしたい。精一杯自分の可能性を試したい。そんな思いに応えてくれる仲間たちがいます。一人の感性、女性ならではの自由で柔軟な考え方、人としての豊かな包容力などを身につけ、未来や世の中を見つめ、道を、答えを見つける人を育てたい。それが相模女子大学、相模女子大学短期大学部なのです。相模女子大学、話を聞いてくれる素敵な先生がいます。幼稚部から大学院までキャンパスが一緒なので一つの街のようで賑やかです。キャンパス内のゆったりとした雰囲気が好きです。尊敬し合える友達ができました。学生だけでなく地域の皆さんと一緒に作り上げる学園祭は盛り上がります。キャンパスが綺麗なので集中して勉強に取り組めます。春に咲く百年桜が毎年楽しみです。併設の小学部との関わりで夢への学びが深まります。皆さんのご入学をお待ちしています。一緒に学んでいきましょう。